はい、こんにちは。はい、こんにちは。じいちゃんはんです。かっちゃんです。はい、むいです。一応まだちょっとすごく宣伝してます。宣伝になるのかな、このマスク。なんねえだろうな、暗闇に来てんだもんな。人前に来てねえからな。ああ、確かに。お昼下見の時につけるのかぐらいだな。誰もこんなところに来るわけねえもんな。そうだね。宣伝にもなんないな。外暗くなった時点で俺らの行く場所は大体人いないからね。なあ、意味ないな。そうやって考えると。さあ、今日はトヨタです。またトヨタ、あの六角堂に再チャレンジしに行きました。再チャレンジって言ったらなんかあれやけど、要はここ六角堂と一国堂と三国堂ではないんだけど、一国堂となんかまあ狐となんかあったじゃん。三つあったから、まあこの間は狐で、今日は真ん中のなんだっけ、 お地蔵さんみたいなやつ。ああ、はいはいはい。定点カメラ置いてうろうろしようかしたいなと思って来ただけで。おお、うん、なるほど。今日はどっちかにスポットは変える予定で。そう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 、もう狐はいいやろ。わかんないよ、今日に限って狐がフィーバーしてるかもしれない。狐生まれてたしな。怖えでな。まあまあまあ、そこはね、うん、あなた次第で。テンション低いんです。うん、まあ、とりあえず今日はまた定点カメラ置いて、またうろうろ散歩しながら皆さんと一緒に散歩行こうよ。散歩行こう。散歩しろ。しよ。な。散歩しろ。しろ。そう、みんなで散歩しよう。うん。で、楽しもう。うん、楽しもう。おう、楽しもう。来た以上みんなで楽しもう。な。今日は何か撮れるのか。だいぶ。こうやって来ると、前みたいな凄みが感じんねんけどな。おや？外したか？わからん。では皆さん、また後で。行ってみましょう。これ同じとこ3枚撮って、はい、何も映ってなかったよね、今。何も映るもんありませんね。映ってるんだろうなってことは。今日は、定点カメラを置きたいと思います。もうこの、誰だ、消毒体したっけこれ。わからん。すげえ、こっから見ると骸骨に見える。ろくなもんじゃないんだよな、今までにやった骸骨全員。誰かおるね。誰かいますね。朝9時の撮影、朝じゃねえわ、夜9時の撮影は早かったかだろうね。人がまだうろうろする時期なんだろうね。まあ徐々に暖かくなりつつありますしね。散歩の、犬の散歩とかありますからね。夜9時に散歩か、遅いな。やっぱりなんかここなんか独特の雰囲気あるな。別年だ。どうしたの？なんか。どうしたもんかなと。まだ早いかな、撮影時間。もうちょっと時間置きます？
狐様。いかがですか。びっくりした。やっぱり。いや、静かだね。なんか前回と空気違いますね、やっぱり、ね、なんかでも穏やかかって言われるとそうは感じないな。穏やかな写真はないぞ。なんていうか、今までいろんなところ、うん、複数回行ったところで今日外したなっていう日あるじゃないですか、うん、ああいう雰囲気ではない。うわーって、無意を映してうわーをやめなされ。そっか。下手するよ。こっち行こうか。こう。聖徳太子の反対側。邪魔。ギャー。しっかり邪魔。入り口側を映す作戦で。今度はこれ灯籠を打つ。灯籠なんか文句ある。いや、空気が冷えます。今のはともかく、実際でもなんていうの、寒いな今日。うるせえ。違う。本当に今のはなんていうの関係なく、普通になんか今日思ったより寒い。そっか、寒いやろな。これは気温の寒さじゃないですか。マジかよ、無意にもついに、あれ、ついに無意にも霊感があって。うん、ついてきたよね。適当な受け答えしやがってからに。え、この前来た時よりか、すげえぞ。あれ前回より上ヤバさっていうか。ヤバさはない。幽霊さんたちもあれか、金曜の夜を楽しんでらっしゃいますか。サタデーナイトフィーバーや。土曜だよな。でもさ、違う方からは音が聞こえるよね。なんでしょうね。もうちょっと暖かくなったら人がいっぱい来るんだろうな。来るんでしょうね。関係ない。上は登らない感じです。登ってこや。前回の私のスタミナのさをご存知か。え、ここ投げもん10段ぐらい登ったら俺はもうバテ始めるから。うお、やっぱかっちゃんの方が体力あるんだよな。なんか映りそうです。映ってます。落ちる音じゃねえよね。葉っぱの音っぽいのも聞こえますけど。動物。あなたが即撤退かますんだよな。はい。なんで音が追いかけてくる。あれ、もう降りるけど、こっちにもう用はない感じですの。ない。ない。ない。今日この階段の上は全然ずれっていうか何もない。むしろさっき来た入り口の階段の方が。やっぱなんていうの、
あの場所なんだな、あの広場っていうか。あの狐だな。狐怖えな。今日も狐にスポットが当たる。今日これ、リオセルフも楽しみにしとったんやけどな。ああ、ワンチャン見れないかと。うん、ラッキーでいけばな。単純に星が一個見えないっていう時点でダメなんだ。ね、でもさっきこのパチパチは何、葉っぱの落ちる音。葉っぱか、この明かりで動物か、鳥が目覚めたか。わけねえじゃん。風一つないんだぞ。なんか鳴ってますね。うん。え、なんかいるんじゃないのか。フラッシュとかでやったら、虫だったらフラッシュで光る。オーブン。いや、なんか猫とかタヌキとかそんぐらいの小動物が。ねえ、こんな音しねえよ。ああ。でも確かにな。この前より。また来たんかって怒られるパターンやな。あともう一回来るんやけどね。なんとかった。ライブつけとったんや。なんで頭おかしいんだ。なんか頭が重かった。重かった。やっぱしあれやな。ん？仕事の直後、仕事でもこんな坂道登ってるんでさ。俺絶対膝行かれるよな。今日は割と控えめだから。すげえ発災。タバコ今日ないね、あんまり。そういう。これはそうだね、なんか、ね、なんかテンション上がんないな。やっぱし焼きそば牛肉やった。あれダメやったな。そっちなのかな。単純にあの心霊スポット行って、なんかたまにこのなんか無駄に静かな時あるじゃないですか。っていうか心霊スポットって感じがしねえもんな、ここ今日。うん、ああ、まあ確かになんか感覚違うな。ただ葉っぱの落ちる音だったらこういう音じゃん。これ本当葉っぱの音する？こんな音やぞ。地面から聞こえるわけじゃなくて、上から上の方で聞こえるぞ。っていうか葉っぱってこんななんかポトポト落ちるもんかなって思うしな、音立てで。パシッパシッっていう落ち方しないやろ。ほら。撮影の邪魔だから静かにして。いや、むしろ鳴ってくれた方があなた喜ぶんじゃないの。静かになったよ。ああ、怒られたって向こう側が自粛しちゃったよ。ごめんごめん、もう鳴らして。早速パチッになった気がしたけど、気のせいか。ほら、鳴り出して。そんなことある？だってさっき言ったら、ピッてな消えたでしょ。もう一回黙ってって言ってみて。黙って。はい、鳴って。音楽隊か何かかな。指揮者なんだよな、やってることが。あ、でもなんかパチって鳴り出すな。だろう。あなたの言うこと聞いてるけど、これはいいの。指揮者が悪いのかよ。新しいスキルが。変な話、ほとんど今日霊力絶対使ってないから。あ、そうだろ。そうだよ、普通の散歩って感じなんだけど。ということは俺が行っても効果あるのか。あなたの効果は今日はね、あなたが主役。、うん、囲まれてる。ええな。来たって言い出したのは俺だからか。 AKB みたいな。あ、
台本中囲まれても何もファンサービスできませんって。そう、なんかできるやろ。生きた人間ならファンサービスできるけど、死んだ人間見えもしないし。そう、でも今回珍しいカットの黄色が映ってた。黄色、珍しいな。珍しいな、レアだな。これは金運アップな。すぐお金に結びつけるあたりやましいわ。さっきと来た時と匂いが違う。いや、なんか雰囲気変わった？いや、あ、そうそう。急にカサカサ言い出したね。動物かなってちょっと思った。うん、俺も動物かなって。動物が一番怖い。さあ、皆さん。楽しいっていうよりもちょっと今日は2人の会話がない。ない、なんやろキャッチボールできんね。なんでしょうね。たまにこの心霊スポット来てなんか今日は喋りづらいっていうか喋れないというか。いや、これ喋っても多分キャッチボールできんかなと思ったり、あ、うん、するんだわ、うん。なんだろうな。なんだろうな。でも多分、今日ちょっとね、だれるの早くない？絶対語ろうと思ってないけど、ずっとあれだと思う。タイタニーの六角着てみましたが、はい、今日はね、ほんとちょっとね、何やろね、これ気持ち悪いね。な、うん、なんか取り憑かれたかな。何や、前来た時と全然違うね。違いますね。でもなんか知らんけど、キツネだけがやたら見たら気になるのがいいな、ここ。キツネかな？うん、キツネかな？なんか変わってるしね。連射ってできないの、これ。また今度お教えしますよ。教えるの、まず。なんか、設定からいじらないとダメだもん、連射は。さあ、皆さん、退散した方がいいぞ。そうなのか、そうなのか。え、俺腰が痛いぞ、もう。それは日々の仕事疲れなのか、心霊疲れなのか、どっち。今痛くなったでな。うん、心霊要素ですね。腰が痛いぞ、もう。まあ、運転に支障が出ても困るし。撤退しますかい。ちょっと今除霊した時期になったの。おっと、いやー、なかなか嫌いだな俺。で、心霊スポットでこの感覚一番嫌いだな俺。そんな今幽霊さんたちはしゃいでる感じ、はしゃいでるっていうかわちゃわちゃいる感じ。うん、今この間来た時のはないものが8体ぐらいあるの。8体ぐらい増えたな。大体来ると大体同じようなあれが感じるんけど、うんうんうん、仕事がな、それもでも別に害を与えるやつじゃねえからな。たまたま新入りが遊びに来てる感じか。わからん、なんやろな、これ
まず黄色が映ったっていうのがもう何かしらのサインではありますね、うん、赤はまあ普通にいつも通り映ってないけどさ警戒されてねえ。黄色はなんだろう。黄色は珍しいな。俺ら意外と黄色映さないから。信号で言うならまあまあなんていうの危険なあれですけどね。うん、だけど黄色が金かもしれんし帰りんだからくじ買うぞって閉まっとるしでも今日はこの前よりも傘が多いね。そうですね。なんか周りというかなんていうかこの山の中では、ね、狐の社の後ろぐらいから中心的に。そうですね。やっぱ葉っぱじゃねえよ俺らのちょうど横なんか、そうそうそう、平行に、なんていうの、平行に移動してる感じ。距離を保ちながら音を落ちてくるやろ、うんうん、これが何でしたの。いやもう腰痛いぞ。こればっかは現地来てもらうなとなおさら分かりにくいんだろうな。マッサージしにするのかもう腰がもう痛だるいの今。あかん。うん、先が重い。階段登ったせいじゃない？多分な。さあ帰りましょう。帰りましょう。